こにちは吉田さんまあね自分が家事をするよりも人を雇った方がいいっていうのはまあ一部の人にはねすごく当てはまってることですよねまあ私の友人で広島の同じビジネス仲間でまあ年商1億が10年以上続いてる人がいるんですよねでその人はまあ大豪邸なんですけどもやっぱり家政婦さんにやってもらってるらしいですねそれは自分が家事をするよりも 私には私にしかできないことをやる家事は誰でもできるだからやらないんですってことを言われてましたけどもでもやらないって言ってもねいつもね整ってるんですよねあそれは家政婦さんがされてるかもしれないですけどもお金持ちになる過程でそのプロセスでね整理整頓するっていうのもだん身につくんでしょうねきっとね今ドバイに住んで何年かになるんですけどもドバイでも散らかってないですからねうん まあ、それでね、なんですかね、あの、まあ私もそうなんですけども、そんなに人に任せるほど家がでかくないんですよ。<laughs> 自分でやった方が早いというかね、じゃあ家政婦さんに来てもらうとするじゃないですか。家政婦さんだって、どれを捨てていいのか、どれをどこに配置するのかって、いちいち聞いてこないといけないでしょ。めんどくさいですね、そっちの方が。人に任せる方が。自分だったら自分で適度にできますし。 整えるることができるんできんね汎用性があるかなってところですよ。で今回の、うんまあ、言葉なんですけどもあのこの「ジ万長寿五クビヨンド」のね103話でコメントが入ってたんですよ。何の動画意味がわからないって書いてました。吉田さん展開力がないというね典型的な例ですね。このやり取りがずーっと続いてるっていうことに対して何の意味があるかわからないそれは自分で考えてくださいってことですよね。 よく若い人がね、ん意味わかんないとか言うじゃないですか。あれは私はバカですって言ってるのと同じですよね。意味わかんないとか言ってあ。意味を見出す力なしってことなんだなと思いますよね。それは意味がわかんないからわかるように自分の頭を使うんじゃないかなと思うんですよ。意味わかんない。まあ、ですね。うん、まあ、そういうことを言うともうね。誰かが答えをもたらしてくれるとかね。 誰かが解釈をつけてくれるっていうふうに思っちゃうのか、それとも自分の頭のなさを分かってほしいから意味はかんないって言ってるのかもしれないですけどね。あの言葉を聞くたんびに気の毒なご神社と思うわけですよね、私はね。何言ってるの意味わかんないとかね。なんか怒るとき言いますよね。何言ってるの意味わかんない笑いちゃいますよ、あの意味わかんないって言葉を使う人の。 分かいいれよとね、うん、それなんかね人は無言でもたくさんのことを語ってますからねそれを汲み取る自信力と展開力それが足りないんじゃないですかと言いたいですいってらっしゃい